アッパース2世は、サファビジョー朝の、第7代シャア。サフィー1世とアンナ・ハーヌムの子。1642年に、父が亡くなり即位した時は、幼少のため、大宰相サリュー・タキと、祖母ディルラム・ハーヌムが政治を取り仕切ったが、1645年に、タキが、反対派に暗殺されると申請を返し、開始、1648年に祖母を殺害して、後見を排斥した。 しかしこの時期イランは、宮廷の浪費と貿易の不調で、財政難に陥り、イギリス東インド会社と、オランダ東インド会社との貿易では輸出品の絹の、売れ行きが低下、逆に両国が輸出して、金銀を獲得していき、イランは、金銀不足で経済が悪化した。第最小、ムハンマド・ベグはこの事態を打開しようとして直轄量の、増加と軍事費削減を行ったが効果はなく、 財政難は抑えられなかった。一方、アッバース2世は、代々受け継がれた宗教の寛容を続け、キリスト教、イエズス会の布教を許可したが、イスラム教シーア派からの反発は強く、イスラム教からの要求で、キリスト教への自由を制限したり、ユダヤ教の迫害とイスラム教への強制改修を実行したが、シーア派にも弾圧を加えたため一部のムスリムからの支持を失った。 それでもシーア派との協力体制は保たれた。軍事面では1648年にムガル帝国からカンダハールを奪還。1653年にロシアの後ろ盾を得たコサックのコーカサス山脈。侵攻を阻止した他は出兵しなかった。1665年にウズベクがホラーサーンを略奪すると出陣したが、翌1666年の10月25日に、 深酒が原因で33歳で死亡。このサフィー2世スライマーンが後を継いだ。アッパース2世は、庶民の動向に気を配り、裁判に介入して役人から農民を保護したり、カンダハール奪還で、サファビー町の衰退に歯止めをかけたが、深酒がたたり休止、サフィー2世スライマーンが幼少で高級に入り浸った、ため高級が政治に介入する腐敗政治となり、 サファビー町は次の代で没落していった。だが、アッパース2世の知性では、芸術、建築がヨーロッパ文化の流入で花開き、イスファハーンに建てられたチェヘルソトゥーングとハージュ橋は、サファビー建築の一つとして現存している。ありがとうございます。